イエトロ・ウィレムスは、オランダ・ロッテルダム出身のサッカー選手。SPVGG ・グロイター・フィルト所属。ポジションは DF。ウィレムスと表記されることもある。2010年に、スパルタ・ロッテルダムで、プロデビューを果たした。2011年8月31日、PSV ・アイントホーフェンに移籍した。 三年契約を結んだ PSV では11月3日の UEFA ヨーロッパリーグの出場がオランダ人で最も若いものとなり12月にはマンチェスターユナイテッド FC を率いる名称アレックス・ファーガソンからネクスト・エブラと称賛されるなど注目を集めた特に攻撃センスと技術が定評を受けたが2015から16シーズンは怪我のためシーズン前半を棒に振った 2017年7月17日、バスティアン・オツイプカの大役を探していたアイントラハとフランクフルトに移籍した。初シーズンはリーグ戦29試合に出場した。2019年8月2日、ニューカッスル・ユナイテッド FC に1シーズンのレンタル移籍で加入。2021年8月25日、SPVGG グロイターフィルトと2年契約を結んだ。 オランダ代表として2011年 UEFAU-17 欧州選手権に出場し優勝に貢献した。2012年5月26日ブルガリア代表戦で A 代表デビューした。ありがとうございます。